疲れ様です。庶民ランナーです。ちょっと白すぎますね今日。ジャケットと、ね、帽子ちょっと合わせすぎました。今日はですね2月の24日土曜日になります。埼玉マラソンが終わりましてですね、まあ、ざっくり2週間弱12日なので、まあまあ2週間ですかね、時間経ちました。2023-24シーズンのですね、まあ、最後のレースとなりました埼玉マラソンはですね、まあまあ、こんな感じでですね、まあまあうまくいきました。本当はたくさんの応援ですね、あとコメントありがとうございました。はい、でまあもうね埼玉マラソンはもう終わったことなんでまあいいんですけど、で次のね来シーズン2024-2025シーズンですね、なんとか3時間45分切りをですね、まあ、目指して頑張っていくわけなんですけども、ちょっとねハードル高いなと思ってまして、レースペースをですね、今よりも15秒から20秒ちょっと上げていかないといけないんですよね。レースペースで5分10ぐらいでいけるぐらいのですねスピードをなんとかつけていきたいなというところです。今ね5分10だと多分ハーフぐらいで止まっちゃうんですよね、よくても。なので、まあ、ちょっとその辺のペースを、ね、スピードを上げて頑張っていきたいなという練習をちょっとしようかなというところです。久々に撮影なんで何言ってるか分かんないんですけど分かんないと思うんですけど、ちょっと考えがまとまらないというかうまく言葉にできないんですが、とにかく、レースペースをですね15秒から20秒早くするためにちょっとね早めに走る練習というのをここしばらくは頑張っていきたいなというふうに思っております。でね今日やる練習なんですけども5キロ走ですね。5キロ走やります。今シーズンあんまやってなかったんですけど、あんまっていうか全然やらなかったんですけど、以前はだいぶやってました。行き地ペースでの、まあ、20分間走なんですよね。で20分だと 4. 点何キロになるんで、まあ分かりやすく5キロにしようかなと、5キロですねというところです。で私の行き地ペースはですね、先日ガーミンの方で計測しました4分49とかっていうのがですね、私が直近で計測した行き地なので、キロあたり4分50ペースをまあ基本に、5キロはちょっと走りたいなと思います、ね、余裕があればというか、できたら5キロで終わっちゃうと全体のボリュームが減っちゃいますんで、1分2分3分ぐらいのレストを取ったら残り5キロをねちょっとジョグで終わらせるぐらいの感じにして、トータルの距離を10とかに帳尻で合わせたいなというふうに思っております。はい、できるかなちょっと分かんないですけど、まあ2月中はねいろいろ試す感じにして、2月中って言ってももう残り日ないですけど、2月はいろいろ試してね、3月からしっかりねその辺考えて練習できたらなというところです。はい、ということでね、だいぶ体が冷えてきちゃったんで頑張っていきたいと思います。行ってきます。
5キロ終わりましたんで、ちょっときついなんで少しレストというか休憩を長めにとってますけども、ここからね残り5キロ、まあこれは完全に距離の帳尻合わせなんですけどね、ジョグしていきたいと思います。苦しい、これ8キロ、はい、今ね 8.34 キロぐらいですね。もうこうなるとだいぶ落ち着きますね。1キロ2キロジョグで走ったらだいぶ落ち着きました。なんであとはもう合計10キロまで、まあこんな感じで長時間はぐらいでしょうか。はい、10キロ終わったんですけど、もうちょい走れるんで60分まで帳尻合わせます。その方がねカロリー計算しやすいんですよね。なのであと7分ぐらいです。なんで1キロかな、ゆっくり。はい、では頑張ります。そろそろ終わります。1時間過ぎた。あーしんどい、これ。あーこれちょっときついな、やばい。こんな感じでですね、今日の5キロの行き地層ですね、プラス、まあ、5キロのジョグ、計10キロですね。結局1時間にしたから11キロですね、 11.3 ぐらい、まあ11キロぐらいですね、終わりましたけども、ちょっとこれしんどすぎ、やばい。5キロで終わる分には良かったんですけど、5キロ頑張った後のジョグはきついっすね。まあでもこのなんかジョグがいい気がする。今まであんまりこういうことやってなかったんで、まあ、ガチゆる走のなんかガチ部分が5キロ走になったみたいなイメージだと思うんですけど、なんか練習になる気がします。わからん、ちょっと続けてみようかと思いますけど、ちょっと60分に帳尻合わせるのはちょっとやらないかも、辛すぎる。一段きつさが上がる気がします。で、肝心の5キロの部分はですね、途中上げすぎました。やっぱまあこうちょっとペースがばらつくというか安定しないのは、最近あんまこういう5キロ走とかやってなかったからだと思います。まあこれは何とかやってると落ち着くと思うんで、まあまあ今日はあんま気にすることではないんだとは思うんですけど、やっぱね4分半ぐらい出しちゃうとやっぱガクッとくるんですよね。なので全体の5キロ走がだいぶきつくなるなという感じでしょうかね。4分50ぐらいでスーッといっちゃえばね、まあまあそこそこでいけるんでしょうけど、やっぱちょっと出しすぎるとガクンときますね。今日はちょっとそれだったかなと思います。まあ何回かやってりゃねペース慣れると思うんで大丈夫かなと思うんですけど、でちょっとこういうのをですね、まあ、週1ではなくて週2ぐらいでは入れていきたいですね。こういう5キロ走とか、あとはあのね 1000m7 本のインターバルとかで、あとまあキロ後のペース走とか、キロ後5分10ぐらいのペース走とか、まあ、そういうのは、まあ、ローテーションしながらなのかちょっとまだ分かんないんですけど、いろいろとですね、引き続きちょっと力を入れてやっていかないといけないなというところだと思います。で、まあ、今日の動画はこんな感じなんですけど、今週末2月末からの木金土でですね、東京マラソンエキスポがあります。私東京マラソン出ないんですけど、ちょっとエキスポにはね行ってみようかなと思います。
メタスピードパリとか予約してるんで試着しようかなと思ってます。まずいろんなブースねちょっと見ようかなということで、エキスポのブースでですね、私が今こうやってるね呼吸筋を鍛えるデバイスのエアロフィットさんもですね展示ブース出してるようです。皆様よかったら覗いてみてください。はい、いろいろ話聞いてください。そうすると先方が喜ぶと思います。私には別にそこに何もインセンティブはないですけど、効果あると思うんで、なんかぜひね誰かと共有できたら嬉しいななんて思ってます。はい、まあ、なんとこかな今日は。はい、ちょっと今日はもうグデグデな感じなんですけども、まあ来シーズン のためのこう総力アップを目指すというか、総力アップのためにですね、まあ、いろいろまた引き続きなんかいろんな考えながらやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は以上です。本日もありがとうございました。では失礼します。